オープンキャンパスの会場は100周年記念館です。女子学生3人が、オープンキャンパスの看板の横で、両手を広げています。入り口では学生スタッフが、続々集まる参加者を、笑顔でお出迎えします。男子学生が、大学児童学科、と、書かれたプラカードを、こちらに向かって振っています。5人の学生が、廊下の壁際に並んで、両手の手のひらを顔の前で、広げてポーズをとっています。オープンキャンパスに訪れた高校生が、大学の建物に入っていきます。1階で受付を済ませ、資料を受け取ったら、5階の全大会会場へ移動します。学生が受付で訪れた高校生に、資料を渡しています。その奥で、学生が、短大幼児教育学科、と、書かれたプラカードを、頭の上に掲げて立っています。大学の通路が、訪れた高校生でいっぱいになっています。通路では、学生による学科紹介が、行われています。学科を紹介するパネルや、教科書などが展示されています。会場入り口では各学科の、特徴がわかる資料を、学生スタッフが説明してくれます。女子学生と女子高校生が、ハイタッチしています。男子学生が、壁にかけられたパネルを指さしながら、女子高校生に説明しています。女子学生が、男子高校生に笑顔で、説明しています。男子高校生はうなずいています。また、1階では10時から職員による個別相談会も行っています。大学職員が、女子高校生とテーブルを、挟んで座って、個別進学相談を、しています。テーブルには、資料が広げられています。11時から全大会、学長挨拶に始まり、広報スタッフがスライドで、大学、短大全体の、特徴や魅力を、たっぷり紹介します。ホールの席に、たくさんの高校生と保護者が、座っています。ホール前方のスクリーンに、スライドが映されています。スクリーンの前で、宇崎実学長が挨拶を、しています。スクリーンには、浴衣姿の宇崎学長と、女子学生2人が笑顔で、写っている写真が映されています。教員が、講師台で大学の概要について、説明しています。スクリーンには、折れ線グラフが映されています。熱心にメモをする参加者もいます。高校生が、資料にメモを書き込んでいます。そして、魅力的な学内イベントや、学生生活を、上級生が大学紹介で、語ります。男子学生が、講師台に立って、学生生活について説明しています。スクリーンには、美まさか大学のイベント紹介、と、表示されています。その後は、各学科に分かれて学生ホール、図書館など学内紹介ツアーです。学内を案内している女子学生と、それについていく高校生です。自動ドアをくぐっています。掲示板の前を、高校生の列が横切っています。高校生は、それぞれ掲示板を見ています。学内案内している女子学生と、見学する高校生や保護者が、ラーニングコモンズの中を歩いています。午後は学科イベントが始まります。食物学科では学生による学科紹介。食物学科の女子学生が、教室の教壇に立って、学科について説明しています。ホワイトボードには、ようこそ食物学科へ、と、書かれた飾りが付けられています。食物学科の男子学生が、教室のホワイトボードの、前で学科について説明しています。ホワイトボードには、農家や調理師を描いたイラストが、貼られています。調理師のイラストには、ありがとう、と書かれています。児童学科では手遊び体験。教員と学生が笑っています。
6人の児童学科の学生が、手遊びを実演しています。学生は赤、紺色、緑、オレンジのポロシャツを着ています。社会福祉学科では理解広めた演者による学生演劇。社会福祉学科の学生が、教室でみまさか福祉舞台理解広めた演者の、劇を披露しています。20人ほどの学生が、教室の前に並んで、仮面ライダーのようなポーズを、とっています。学生は黄色、赤、緑の T シャツを、それぞれ着ています。栄養学科ではミニ講義。白衣を着た栄養学科の、教員が、模擬講義をしています。タブレット端末を持って、高校生に話しかけています。幼児教育学科ではホワイトボードシアター体験などが行われます。二人の幼児教育学科の学生が教室でホワイトボードシアターを実演しています。学生はホワイトボードの両脇に立って笑っています。ホワイトボードにはコアラとクマ、猿のイラストが貼られています。学生との懇談会もあります。質問もどしどしできます。学生と高校生の座談会の様子です。男子学生が高校生二人に話しかけています。女子学生二人が女子高校生二人の横に座って話しています。学生も高校生も笑っています。全日程終了後はバスで駅に向かう高校生を学生スタッフが、外まで手を振ってお見送りします。高校生を乗せたバスが、出発しています。10人ほどの学生や職員が、バスに向かって手を振っています。数人の児童学科の学生が、バスの横を並走し始めました。数人の児童学科の学生が、バスの横を、手を振りながら並走しています。次の最後のシーンでは、学生が7人並んで、メッセージを言います。せーの。岩坂大学で、待ってるよー !7 人の児童学科の学生が、横一列に並んで、こちらを向いています。全員手を振っています。アットホームな岩坂大学を、感じる一日になったのではないでしょうか。